皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2008年公開の、ソー5。現代、ソー5。監督はデビッド・ハックル。脚本は、パトリック・メルトンとマーカス・ダンスタン。主な出演は、トビン・ベル、コスタス・マンディ・ロア、スコット・パターソン、など。九死に一生を得た FBI 捜査官ストラムは、ほぼ無傷でゲームを生き抜いたホフマン刑事がジグソーの後継者なのではないかと疑い始める。その頃、ある密室のコンクリートの床の上では、犬の首輪をはめられた男女5人が目覚めていた。というストーリー。前作の直後から始まる、シリーズ第5作。犯人を追う FBI の捜査と、殺人ゲームという2つの話の流れという構成は通に似ている。本作では初めてグループで殺人ゲームに挑む形だが、参加メンバーがみんな頭が悪すぎてちょっと萎える。一方、ジグソーの後継者をめぐる展開は、悪くないという程度だが、エンディングは良かった。ということで、評価は。Thumbs down.